左の 手首がこのような形ですね。ちょっと浮き上がるような形。これだとシャフトが立ってダウンスイングに入り、最後にアップする。皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日のテーマはハンドアップインパクト。ハンドアップにインパクトするということはイコール手元が浮いてあまりいい動きではないというふうに思っている方がいると思うんですけども、割とハンドアップにすることによってフェーズがターンされハンドファーストになっていく、そのメカニズムを少しお話ししていきたいなと思います。このチャンネルでは 私の二十数年のレッスン活動のから得た知識、それをすべて、公開しているそんな、レッスンチャンネルになっています。もし興味のある方は、ここをポチッと、チャンネル登録していただければ幸いです。それではレッスンの方に入ります。どうぞ。ハンドアップのインパクトという、ね、お話になるんですけれども、まあ、ハンドファーストに捉えてこのハンドアップに、なってしまうと、体が起き上がって手元が浮く、これを嫌がる方が多いんですが、割と私の中にこのハンドアップのインパクトという考え方自体はあるんです。このように上に引き上がることによってこのようなハンドアップな形、少しこう左の 手首がこのような形ですね、ちょっと浮き上がるような形。これはね、体幹の動きに合わせてこう動く、手首だけが動いているのではなくて、割とこれは体幹が動いて引き上がっていくことで、このハンドアップになる。それでいて割とシャフトアングル、アドレスのアングルとそんなに変わらないインパクトを作ることができるんです。これはね、前傾の角度をキープですね、キープしながらハンドアップにすると大体このぐらいのアドレスとインパクトの時のシャフトのライン、そんなに変わらないんでしょ。そんなに変わらないんですね。割とこのね、手首のこのハンドアップのポジション、いわゆる小屈と言われているこの形を怖がってですね、角度つけたまま、インパクトしている方多いんで、この作り方、いわゆるハンドアップこそがハンドファーストという、ね、考え方をちょっとお話ししていきたいと思います。で、この手首が折れた状態、まあ、割と緩めてる方が多いですね。小指の力を抜いて、これだとシャフトが立ってダウンスイングに入り、最後にアップする。これが一番ハンドアップインパクトの良くないスイングになります。トップからダウンまでずっとこう手首が折れてる状態から一気に、行くという方ですね。できればですね、このトップの位置はこのぐらい広がってる状態がいいですね。左手がですね、こう折れないような、まあ、いわゆるクロスしない形ですけれども、この左手の甲があまり折れないトップ、広がったね、腕のが手首の角度があまり、ないノーコックな形ですね。まあ、このようなトップになっていくためのまず、考え方ですけれども、まあ、感覚としては練習方法はこの手首の角度を自分でつけるんじゃなくて、下半身のリードでこのように切り返しで手首に角度がつくようにしてください。まあ、そうすればですね、自然にこの左手首に角度がつく。その時に後ろにちょっと受け流していくんですね。コックが入るポジションが2回あるんです。こう後ろに、そして受け流し、最後にインパクトすると、そうするとちょうどハンドアップの状態で、それでいてしっかりとした手首の角度がアドレスと同じ角度でインパクトすることができます。この回転です。この回転をトップからダウンで1回入れてあげることで低い位置でのハンドアップ、そういうようなインパクトを、手に入れることが、できるんですね。このようなインパクトになります。まあ、ちょっと非常に難しい動きなんですけど、それを、ね、少し分かりやすく今度はヘッドカバーで説明してみると、この左手に対して右手がこのように近づく形だと手首が折れてしまうんですね。このようにちょっとシャフトが立って最後にハンドアップの形になってしまう。そうじゃなくて、まずは右手に対して左手が遠ざかると、そうすると広くダウンスイングができる、シャローに入れれるんですね。この後ろ、右手で引っ張るんじゃなくて左手で引っ張るような形になると、ここの空間が広がりますね。そうするとここでショックスの形になるので、左手首がですね、アーチが、左手がこう盛り上がるような形、ハンドファーストインパクト、ハンドアップのインパクトが可能になります。それでいてプレーに乗せれると。手首が折れてしまうとシャフトが立ってしまうんですね。ですから右手を使うんじゃなくて左手で広がるような、インパクト、そういうヘッドカバーの使い方を、ヘッドカバーを引っ張る、使い方を覚えていくと、このトップの時のダウンスイングからダウンのところですね、いや後ろからクラブが入っていく、それでいてハンドアップなインパクトという感覚が理解できます。
まあ、ハンドアップの、インパクトイコール、まあ、体が浮き上がっているというふうに考え方になるんです。そうではないということですね。ですからここで手首を折れた状態、低い状態行こうとしても絶対に最後に上がっちゃうんです。だとすれば一度ここで後ろからインサイドからクラブを入れていけばハンドアップのインパクトでもシャフトラインが正しい形になると。これが正しいハンドファーストのインパクト、ハンドアップでのインパクトということになります。練習ドリルはスプリットハンド、右手と左手をこう離して握り、この役割分担をしっかりと理解すると、ここで左手が張るように遠ざかって最後に、インパクト。そうすると、右手を使ってしまうとこのようにね、シャフトが立ってしまうので、左が広がった状態から、左手首が小屈の形からハンドアップのインパクトにしていくと。それで前傾キープはしっかりしてください。左の肩甲骨からしっかり遠ざかってこのようなですね、インパクトを迎えることができます。かなり、ね、難しいですね。ただこの練習をするとですね、左サイドの使い方が理解、できるので、ハンドファーストのインパクトが理解できます。まあ、そこからね、しっかりとしたフックスイングにつなげていくということですね。で、割と自分の中ではね、ハンドダウンでインパクトするという感じよりはハンドアップの方が球を、ボールを捕まえることができます。まあ、ポイント、問題点は体の起き上がりですね。だからシャフトが立っていくような形じゃなくて、少し、ダウンスイングで寝るような、切り返しを意識できると、このハンドアップのインパクト、そして前傾のキープも、可能になるということですね。それではハンドアップのインパクト、まとめになります。このようにハンドアップインパクトしてしまう、このハンドファーストのインパクトとハンドアップの関係性についてですけども、ハンドアップとハンドファーストは相性が割といいんです。このような形ですね。この手首の使い方は左サイドの引き上がりによって行われているということですね。これが、どのようにして行うかというと、やはりインサイドからクラブを入れていくことが必須になる。そうするとこのようにアドレスとそんなにシャフトのアングルが変わらないです。問題はね、トップからダウンで手首が折れてしまう方、そうなってしまうと切り返して一気に急激にハンドアップになってしまうので、このように跳ね返っていく。これでいろんなミスが、出てくるんですね。このトップの手首の折れ、これを直したいんですね。まあ、そのために何をしなければいけないかというと、まあ、ヘッドカバーを使って左手に対して右手を引っ張るのではなくて、右手に対して左手を、遠くに使う。このように引き込んでしまうとシャフトが立ってしまう。このように広がっていくようになっているんですね。こうすることでプレーに乗せれるし、低く手を下ろすこと、引き下ろすことができます。手をこう引き込まないように気をつける練習をヘッドカバーでやってください。そうするとこの小屈の動きが、簡単にできるし、左サイド開かないのにシャフトが立たない。こうするとね、ハンドアップになっていてもスイングプレーに乗らないんですね。これはハンドアップでもプレーに乗せれる、このような、使い方になってくると。これがまずハンドアップインパクトとハンドファーストとの関係性ということになります。それではチャレンジドリルに入ります。チャレンジドリルは左手1本で上地で練習をしてください。この左手首が折れるから、このアーチの小屈の動きでインパクトする、左手1本でボールを打ちます。そうするとグリップエンドの動きというものがどういう形になるか分かるんですね。どういうことかというと、グリップエンドがこの左の、袖口というか、この鎖骨の方ですね、小指側の方の腕の骨ですね、その鎖骨の方にシャットが丸という練習を、この右手でね、この手のひらをグリップエンドにぶつける、挟み込むような感じですね。そうするとハンドアップで、そしてハンドファーストでインパクトすることができます。ここに止め込むような感じになって、その後にミストターンを越えてねじるようにインパクトすると、このようなインパクト、ハンドファーストで、そしてハンドアップ、そしてフェースターン、このつながりが分かってきます。この動きですね、もちろん前傾のキープはしなきゃいけません。鎖骨側にクラブ、グリップエンドが入っていくときに体が起き上がらないようにしていくと、正しいインパクトというものが理解できます。いわゆるサムダウンですね。親指が、左の親指がこの下に下がるんですね。この動きがヘッドを低く長く出していく、それで手元の方はハンドアップの方になる、グリップエンドが引き上がりながら
ヘッドが下がる、そして最後に立ち上がる、この連動性というのが理解できる。そうするとハンドアップのハンドファースト、それでいてシャフトのアングルが変わらない、こんなインパクトをすることができますね。非常に細かい動きになるんですけど、まあ、初めはティーアップして練習するというところです。左手の袖口にシャフトがはまるようなハンドファーストの非常に難しい練習ではありますが、繰り返し練習するといいと思います。皆さん練習をやってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。